はい皆さんお疲れ様です。えー、現在ね僕がいるところは、えー、新潟県のね山の中でこうやってあのキャンプ場になるんですけどキャンプ場ですね。はいこんな感じです。はいこんな感じです。これねキャンプ場なんですよ。千美川キャンプ場っていうねあのー、まあ知ってる人は知ってるっていうかね 地元の人からしたらね別に隠れスポットでもね隠れてる、ね、場所でも何でもないんですけどあのちょっとねあのここの市から離れたところだとまあ,、ね、あの裏キャンプ場っていうかねこんな綺麗なとこあったのみたいなほんとびっくりされるぐらいねあの川が綺麗なんですよそういったねあのちょっとね隠れスポット的なねあの旗から見ればねはいそんなねちょっと おすすすめのキャンプ場となってま千美川キャンプ場はいえ冬キャンしてる方ねあのー、このねちょうど僕の目線のねこの目の前の方にしたりいるんですけど楽しそうですね多分ねまだ食べてない何もお酒も飲んでないと思うしうんキャンプというか何してんだろうあれ焚き火を楽しんでるのかな タバコと、あのー、焚き火を楽しんでる感じですかねうんほんとね渋くていい趣味ですよねうんガチな方はねこんな感じです見えるこうやってその辺空いてるじゃないですか雪が空いてるじゃないですかあれねあのキャンプのあとっていうことで雪が積もってないですよねあそこ2組いたのかな そそれか車だったたり止めてたのかなそこに雪ってなんかいろいろ情報を得れるのですごく便利でもありますよねうんいやー冬キャンね今年僕はできなかったですねはいできなかったっていうよりもしなかったのかはいしなかったですねあの寒さに負けてしまってはいもう夏頃にはね今年こそ冬キャンやってやるっていうね意気込みだったんですけど結局ねあのいもってしまいました うん、冬キャンね夏キャンはねもう当たり前のごとくねあの僕大体いい土日休みだったんですけども土曜日になればねもうスーパーで肉買ってねもう調子こいて川の中でねあの <laughs> なんだろう川の中でもあの浅瀬のところではい何だろうな七輪みたいなやつをあの石の上に置いてあの川の中でもねあのバーベキューっていうか。 できたんでですよで一人焼肉みたいなやつを繰り広げてですねやっていたんですけど、まあ、冬はねちょっとやらなかったっすねもうこれが多分最後の雪だと思うんですけど、まあ、来年こそねあのまだねあのキャンプのねあのグッズも少ないですしテント持ってないんですよはいね来年こそねちょっとねあの一緒に仕事してるね あのキャンプ、スキーって言ってるね、エッセキャンパーもいますんで、そいつもね、冬キャンやってないですから、はい。夏キャンはね、もう俺たち調子こいてガン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 やっていくんですけど、はい。ちょっとね、冬キャンできてないんで、ちょっとやってみたいと思います。はい。もう誰もね、帰らせないぐらい。冬キャンね、冬キャンという冬キャンはね、本格的なやつはね、泊まり込みはやったことないんですけど、冬でね、あのバーベキューみたいなね、あの、七輪とかね、やったりした時あるんですけど、 あれね離脱者出ますから <laughs> 離脱者なんかねあのー、そのね離,離脱者のねあのー、ちょっとね行動っていうもんがね結構ねちょっと怪しい行動してまして明らかにねあのスーパーで酒買ったのになんかねえここみたいな天気悪いじゃんとか言うとねいや俺なんか酒ちょっとまだいいわみたいな一杯目なんかコーラとかねなんかジュースとかお茶とか飲み出すんですよ はい、で周りでメンバーこうの飲んでいくじゃないですか。いやもう,もう覚悟決めてんだよみたいな。でみんなね飲んであの酒抜けるまでは今日ねもう夜通しで遊ぶぞみたいな感じになるんですけどエッセキャンパーはね飲まないんですよあの。始まる前まではね「あのいやみんなで飲もうぜ」みたいな。ねもうほんと丸一日ね。一日ちょいちょっと潰すかみたいな。楽しもうぜみたいな。このね寒い冬をみんなで乗り切ろうぜみたいな。 流れを作ってくるんですけど、まあね、エセはね、お茶に逃げて、あの、途中でね、あの、いい感じになったら、なんか帰りますから、はい。懐かしいですね。そういうやつもいましたね。あの、田舎なんで、あの、農業用のね、あの、なんだろう、ビニールハウスっていうのかな。ビニールハウスに入って、あの、スチリン炊いて、で、なんかね、持ち上げるストーブみたいな。 暖,暖炉ストーブっていうのかな暖炉に夜間をいたりしてみんなでやってたんですけど、うん、帰りましたね一人はい、あ、そんな思い出もありながらねあのー、冬ねあのキャンプはあのテント立ててこの寒い中ね、えー、キャンプしてる人本当のねもうガチなキャンパーですから特にね一人で来てる人なんてねもう本当すごいと思うようん それをね楽しんでやってるわけですから。うん、ほんと、尊敬っていうかね、すごいですよね。もうほんと、生命力とか絶対高いでしょ。冬キャン乗り越えちゃう人は、多分、知恵とかもやばいと思うよ。うん。さすがにね、なんか、食材ゼロでこう、あの向かってくる人とかいないと思うんですけど、綿、ね、密とかもね、なんか、サバイバル系でやってる人はね、この辺じゃいないと思うんですけど。 ほんと尊敬しますねうんたまにねあのー、なんだろうもう素人が言うねサバイバルしようぜみたいなねあれ絶対ダメですからねうん、まあ、水の沸かし方もね分かんないしなんか現地でねイノシシ取ってくればいいじゃんでもイノシシ勝手に取って食ったらお前やべえだろってなんかの方に触れちゃうよみたいな 師師師ででででももももさささん免許持ってるわけでも何でもないしまずね、イノシシってめっちゃ怖えし、実際。うん。結構いるじゃないですか。俺、ヒグマなら無理だけど、俺、月のノグマだったら勝てるよ、みたいな。あれ、あれね、絶対に嘘だと思うんだよね。まあ、なんかそれなりの人が言うんですよ。あの、やヤンキーチックっていうかね。あのまあ、体格も結構良くて。 あのまあこれ仲いい友達なんですけどまあちょっとそれなりにしとかねあそういう意気込みを持ってるんですけど絶対に無理だぞと僕結構ねこうやって山とかに入ってあのイノシシリアルイノシシをねあのー、見たことあるんですけどやばいよまずねこの藪の中からねガサガサってなった時点でねもう俺なんか走って逃げますよはいえやべえみたいなこれ野生く,くるぞみたいな気配感じたぞ今みたいな ね、あのベアじゃない方を願ってるよみたいなこのねのしのしのしってねこうやってね竹やぶをねこう明らかにねでかいんですよこん人間が歩いてこんなメキメキ木下りながら歩いてくるやついるみたいな,なメシメシメシとスドとスってくるんですよもうそうなったらねもうそこダッシュですからねダッシュうんう無理ですよ よくねあのニュースとかでねクマ被害が多い時にねあのおじいちゃん方かね俺クマなんか殴って退治したとかね投げ飛ばしたってあるじゃないですかなんかこう片手で背負い投げしたとかね俺そういうニュース見るんですけどねやばいだろってやばいだろマジでっていうえ70歳ぐらいのさおじいちゃんがさクマ投げるんですよ月の輪やばくない ああいうねなんかねニュースね本当にねあの無傷でねあのいやいや本当に良かったなと思うんですけどでもねちょっとねそのシーンをねあの想像するとねちょっと笑けてくるっていうかね70歳ぐらいのさそのおじいちゃんがさ「クマ片手で投げたぜ」とか言うんですよあのクマを「やばいだろ」みたいなちょっとねうこれはねあの本当怪我がなかったから笑える話なんですけど あんだけのさ、そのクマをさ、片手で投げたってさ、柔道何なんだよ、みたいな。いや、すげえなと思いますよね。う逆にね、そのなんかお、お年寄りの方だからね、こう、真正面から立ち向かえたっていうかね、うん、あるのかなとか思いますけどね、若い子だったらね、多分ね、走って逃げて、多分後ろから馬乗りにされて、食われるかなんかするかと思うんですよ。 でも,もうバタッてやってね自分から向かってって投げちゃうんすよ強すぎるだろ UFC だろマジで強すげえなと思いますよねそういったねニュースねあの結構俺 YouTube とかでねあのクマのことだったりねあの見るの好きで見てるんすけどなんか輝かしいですよねうん鶏小屋でばったりやったんだけどあのまあ、ひこっちから来たからこっちでこう なんだろうな投げてかわしたみたいなであのクマが転んでそのまま正面びっくりして走って逃げてったよみたいなねやばすぎるだろみたいなそういったねなんかこう危機一髪っていうかねニュース見た時にね拍手ですよねうわすげえなこの人って思っちゃいますねうんまあね俺は多分噛まれて血だらけになってねやられましたってなってると思うよ 熊に会ったららね熊投げるらやばいからな、はい、すいません失礼します。